英後は MN。ギリシャのマグネシア地方で発見されたマグナスの石に由来する、ラテン語で磁石を意味する、マグナスにちなむ。日本語カタカナ表記での名称のマンガンはドイツ語、マンガン、MAAN をカタカナに変換したものである。日本ではマンオレとも書く。銀白色の金属で、比重は7.2、融点は1、摂氏246度。 マンガン属元素に属する繊維元素。温度によりいくつかの同素体が存在し、常温常圧で安定な構造は立方小形である。これは固く非常に脆い。空気中では酸化皮膜を生じて内部が保護され赤みがかった開白色となる。酸には液溶であり、泡物色の2価のマンガンイオン m n 2を生成する。比較的反応性の高い金属で、 粉末状にすると空気中の酸素、水などとも反応する。化合物は2から7かまでの原子化を取り得る。地球上には比較的豊富に存在するが、単体では産出しない。二酸化マンガンを触媒とする過酸化水素の水と酸素への分解反応は、日本の義務教育過程で触媒の実験の題材とされるため非常に有名である。単体マンガン自体は、 常時性であるが、合金には、ホイスラー合金など強時性を示すものがあり、さらに化合物には、様々な磁気的性質を示すものがある。ビスマスとの合金は、強磁生態として知られるほか、フェライトに添加することで様々な特性を付加する。スウェーデンのカールビルヘルム・シェーレが1774年に、発見、同年ヨハンゴットリーブ・ガーンが単体を単理した。 一番有名な用途は、二酸化マンガンが、マンガン乾電池やアルカリ乾電池の正極に使われる。また、リチウム電池の正極にも用いられ、リチウムイオン二次電池の正極材料として、研究されている。また、実製材料として、マンガン、亜鉛、鉄を含む、金属酸化物である、MNZN フェライトがインダクタやトランスの、コア材料として用いられている。 マンガン単体が金属材料として用いられることはほとんどなく合金としてマンガン鋼の原料やフェロマンガンとして鉱材の脱酸素材、脱溶剤などに使用される。鉄鉱用途で耐摩耗性、耐食性、人性を付加するためにマンガン合金や金属マンガンとしてマンガン分が添加される。また、 生物の必須元素としても知られており、硫酸マンガンなどの化合物は、肥料としても用いられる。マンガンは、単体としては産出せず、南マンガン鉱、菱マンガン鉱などとして産出する。戦前では、日本国内でも製鉄用に採掘され、第二次世界大戦中には、主に乾電池用として、マンガンを採掘する鉱山が多数開発された。特に後者は、 日本各地で見られ、京都府中部を中心に、近畿地方に零細鉱山が集中して存在していた。しかし、1950年代以降の鉱物資源の輸入自由化によって激しい競争にさらされ、すべての鉱山が1970年代までに閉山に追い込まれた。前者は、東日本に多く、規模が、 比較的大きいことから1980年代まで存続したが、現在では岩手県の野田玉川鉱山において、宝飾品材料としてバラ奇跡が限定的、完結的に採掘されているほかは海無である。この金属は日本国内において産業上重要性が高いものの産出地に偏りがあり、供給構造が脆弱である。日本では、 国内で消費する鉱物資源の多くを他国からの輸入で支えている実情から1万日の国際情勢の急変に対する安全保障策として国内消費量の最低60日分を国家備蓄すると定められている。新海底にはマンガン鉄などの金属水酸化物の塊であるマンガン段階として存在しているがコストの関係で 試験的な採取に止まっている。2011年における国別の産出量は以下の通りである。マンガンは温度により4つの層を持つ。人体にとっての必須元素。骨の形成や代謝に関係し、消化などを助ける働きもある。一部では活性酸素対策としての必須ミネラルにあげるものもいる。不足すると成長以上。 平行感覚異常、疲れやすくなる、糖尿病、骨の異常、傷が治りにくくなる、生殖能力の低下や、生殖腺機能障害などが起こる。しかしマンガンは川など、天然の水などに含まれ、浄水道水としては多すぎて、むしろ除去する場合があるなど、普通に生活していて、マンガンが不足することは、まずない。労働安全衛生法の第二類。 特定科学物質に指定されている。マンガン鉱石製錬所作業員、レンガ職人、交換製造業者など、過剰に曝露されると、マンガン中毒を起こす。頭痛、関節痛、液刺激性、眠気などを起こし、やがて上動を不安定、錯乱に至る。大脳基底核や、衰退路も障害し、パーキンソン症候群、ジストニア、平行核障害を引き起こすほか、 無関心、抑うつなどの精神症状も報告されている。マンガン暴露から離れれば、3から4ヶ月で、症状は消える。マンガンは脱酸素材として使用されるように強い酸素、吸着作用があるため、十分に酸化されていない天然マンガンが多い地層の、洞窟や井戸などでは、貧酸素化した地下水を経由して、内部の空気の酸素が欠乏し、そこへ、 十分な換気を行わず、奥へ入った場合は、酸素欠乏症になり、最悪の場合死亡する恐れがある。また、肥料の巻きすぎによる土壌の酸化などで土中のマンガンが還元されたり、湖などの水底に溜まったマンガンが貧酸素水などで還元され、結果としてマンガンが酸欠状態を保持したり流れに乗って移動させてしまう現象などもある。ありがとうございます。